前を見ろ。悪かったって。俺たちが再び車に乗れる日は本当に来るのか。不便だよな、やっぱり。昼寝もできねえし。見て、あれじゃない？デュアルホーンか。デイブの言う通り変種のようだな。放っておくわけにはいかなそうだ。待て。なになに？やつはだいぶ気性が荒そうだ。そう？なんかぼんやりしてない？ああ来るぞ。うわデュアルホーン。おお、やった、すっげえ。さすが。まだだ。うわあ、さあ、はっ、体で、はっ、ガジオ、はっ、ナイスグラディオ、どうも、とどめ、ゴルゴチー、さる、やるぞ、ブロット。全員無事だな。先行こうぜ。ねえ、電話。はい。見つけてくれてありがとう。デイブとも連絡取れたよ。あ、お疲れ様。こっちの整備ももう終わったよ。あ、そうだ、せっかくだからこの子カスタマイズしてみない？じゃあそれで。工場まで戻っておいで。分かった。さて、次の運転役だが。ずっとイグニスでいいんじゃない？だな。外じゃ燃料切れも命取りだ。俺自信なくしたよね。俺同じことやる自信あるわ。なら引き受けよう。頼むぜ。俺も運転席は窮屈でな。さて、どうする？正面突破。後ろは任せろ。you
と。セイ、分かった。うまくいったな。頼りにしてるよ。やば、ラディオ頼む。そうか、どうしたの。新しいレシピを思いついたぞ。こりゃ楽しみだな。シドニー待ってるかな。レガリアもそろそろ整備が終わった。なんだ？うわ、やっぱ。でっか。あれ生き物？あんなのがいるんだな。規模が違うな。すっげえ。歩きじゃ限界あるよな。オート育ちだしね、俺たち。車が戻ってくるまでの辛抱だ。プロンプト、買い物を手伝ってくれないか。うん、いいよ。任せたね。
ほら、綺麗になったでしょ。こりゃもう汚せねえな。よし、じゃあレガリアと写真撮ろう。大事に乗るんだよ。あ、そうだ王子、ちょっと届け物を頼まれてくれる？ああ、いいけど。ありがとう。まあ、実はもう車に積んであるんだけどね。ガーリナへ行く途中にモーテルがあってさ、その荷物を店主に届けてほしいんだ。頼むよ。ちゃっかりしてんな。ノクト、せっかくの機会だ。整備もされているし、少し運転してみるか。ああ、そうだな。分かっているとは思うが、慎重にな。あ、そうだ。せっかくだからこの子、カスタマイズしてみない？どうする？今できるのはこれかな。どのステッカーにする？いいのあった？ホイールカラーはどうする？好きな色を選んでね。これでいい？楽しみにしててよ。うん、注文通りに仕上がったよ。お、ちょうどいいタイミングだね。新作ができたよ。また来てね。今日の天気は？快晴だ。気温も上がりそうだな。ふーん。ハンマーヘッド、いい店だよね。整備の腕は陛下のお墨付きだからな。旅終わったらもう行けないよね。あ、好きに行けばいいだろ。終わる前でもその後でもよ。聞いた限りじゃシドニーもだいぶ腕がいいらしいぞ。彼女に会いたいのか。じゃあそん時はレガリア貸してやる。おお、あ、いや待って、それやっぱダメだ。オート帰ったら俺
車考える。気を取り直していこう。よし、この辺までにしておこう。外の道に慣れるまではしばらく俺に運転させてくれ。Thank you.